あら、少年じゃない。いらっしゃい。どうもっす、雪乃さん。って、いい加減少年はやめてくんないっすかね。はぁ、珍しく客でも来たのかと思ったら、今日は何の用だったかしら？いや、あんたの方からバイトに呼んだんでしょうが。そういえばそうだったわね。いつもはよそにばかり斡旋しているから、うっかりしてたわ。昨夜は蓬莱町のバーだったかしら。一応お疲れ様と言っておくわね。どうも、こっちこそいつも助かってるっす。厨房ん時から色々と手伝い先を紹介してもらって。せっかくの若い労働力を有効活用しない手はないから。なんだったらそのうち一日2軒くらい組んであげましょうか。今くらいでちょうどいいんで。それで今日の仕事ってのはいつでも始められるっすよ。ああ、その前に昨日のバイトについてだけど、終わったら一応その日のうちに報告を入れるよう言ってなかったかしら。ああ、そういやそうだった。いや、すいません、昨日は深夜まで長引いちまってついうっかりしてたっつうか。本当にそれだけ？何か他に事情があったわけじゃなくて？え？いや、昨日は妙に疲れてたみたいで、バイトから帰ってきたらすぐに寝ちまったんですよね。風邪でもひいてたのかな。どう帰ったかもおぼろげっつうか。なるほど。え？さて、そろそろ仕事を始めてもらいましょうか。報告を忘れたペナルティとしてしっかり働いてもらうわよ。はあ、だいたいこんなとこか。ったく、相変わらず人使いが荒いっつうか。少年、そろそろ休憩にしましょうか。人使いの荒いお姉さんが紅茶でも入れてあげるわよ。地獄耳め。うっす、今行くっす。あの日もこんな夕焼けの空だったか。あれからもう10年も経つんだよな。東京震災、中学に上がる頃にはほとんど復興も終わっていたっけ。俺もガキだったし、あの時のことはおぼろげにしか覚えてなかったけど、まさか今朝になってあんなはっきりした夢を見るなんてな。今のしおりか。妙に後ろを気にしながら走ってたみたいだが。近頃変な気配を感じることがあるの。自分の後ろに何かいるような、そんな感じというか。まさか。あら、どうしたの？紅茶が冷めちゃうわよ。すいません、少し外れてもいいですか。ちょっと野暮用ができちまって。いいわ、行ってきなさい。まだ時間は残ってるけど、
バイト代はおまけしとくわ。どうもっす。それじゃ。場所を知っている。昨日の赤い裂け目、黒い化け物、そしてあいつのことも。しおり、どこなんだ。しおり、頼む、返事をしてくれ。驚いたわね。まさかこの場所を再び訪れているなんて。ヒイラヒ、また会ったわね、時坂君。できればいつもの教室で会いたかったものだけれど。ヒイラギ、お前は一体。いや、昨日も見た。ここは一体どこなんだ。それにしおりは、あいつはどこに行っちまったんだ。やっぱり記憶を取り戻しているのね。落ち着いて聞いて。ここは現実世界と並行して現れるもう一つの世界。普段は見ることも触ることもできない世界の裏側、異界。私たちはそう呼んでいるわ。異界？そしてイクリプスという現象がひとたびゲートをこじ開ければ、人知れず現実世界への侵食が始まる。あなたと、そして倉敷さんはそれに巻き込まれてしまったの。わけがわからねえ。一体なんでそんなことに。理解できなくても無理はないし、する必要もないわ。とにかく落ち着いて一旦そこのゲートから出て、早くしないと。いけない、下がって。あの時の異界の住人であるカイイ、グリードと呼ばれるものよ。異界のあちこちをさまよい、迷い込んだ人間に襲いかかる。そんな習性を持っているわ。それじゃあしおりは。ええ、かなり危険でしょう。一刻も早く保護しないと。すぐに片付ける。一旦私の後ろに。時坂君、どうして俺たちの町でこんなことが。畜生、俺には何もできねえのかよ。こんなわけのわからねえ状況で黙って見ていることしか。力が欲しいかい。
力なら最初から君の中にある。見てごらん。これ、あ、さあ引き出してみるといい。すべてはそれからだ。その光を。うおー、来い、デイジングギア。ソウルデバイス。やっぱりあなたも的確者だったのね。わけがわからねえが、覚悟しやがれ化け物ども。使い方がわかるんだ。ソウルデバイス、異界で戦うための力よ。ソウルデバイス。その名の通り、敵各種の魂に呼応して権限するわ。でもいきなりそんな複雑そうな武装が現れるなんて、あなたは一体。細かいことはわからない。だから力を貸してくれ、ヒラギ。この武器も、この世界も、わけがわからねえことばかりだ。だが、少なくともお前は、何が起きてるかわかってるんだろう。しおりを、あいつを助けるために、どうか力を貸してくれねえか。時坂君。いいわ、時坂君。今は一刻を争う状況。とにかく先を急ぎましょう。ヒイラギ、助かる。よろしく頼む。おそらく倉敷さんはこの迷宮の奥にいるはず。急ぐわよ、時坂君。ああ、
強敵よ、気をつけて。ここだ、ここだ、貫け、セリアだ、セリアだ。なんだってこんな仕掛けが。こっちは急いでるってのに。焦らないで、時坂君、行くわよ。確実に先へ進みましょう。行くぜ、ここだ、突き抜け。セイバー、ここだ。まだまだいけるぜ。危険なアイテム、ここだ、ディンガー、ここだ。次に行こうぜ。失っているだけみたいね。よかった。待ってろしおり、今下がって。時坂君、なんだあのデカブツは。エルダーグリード、この迷宮の主よ。あれを倒すことができれば異界化を収められるはず。だったらとっととぶっ飛ばしてやるだけだ。行くぞヒイラギ。セイバー、やっやっ
やったのか。ええ、完全に消滅したわ。これで。これはイクリプスの収束、現実世界に戻されるわ。任務完了ね。ここは元のレンガ小道の裏道か。ええ、もう夜だけど無事に戻ってこられたみたいね。しおり、こうちゃん、ここは私、何をして。しおり、大丈夫かよ。おい、消耗しているけど命に別状はなさそうね。そうか、たく心配かけさせやがって。どうした、どこか痛いとこでもあるのか。ううん、やっぱりコウちゃんが助けてくれたんだって。コウちゃんなら絶対来てくれるって。なんだそりゃ、このアホ。当たり前だろそんなのは。ひとまず一件落着ね。でもこのイクリプスの頻度、やっぱり異常としか思えない。一体この街で何が起きているというの。